ラバレットはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名はエリエーフラバレット海軍少将にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。ラバレットは太平洋戦争開戦前の1941年11月27日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港され、1942年6月21日。 ルーシーラ・バレット・リテルによって同日寄港された姉妹艦のジェンキンスと同時に浸水。同年8月12日、艦長 HH ・ヘンダーソン少佐の指揮下収益した。カリブ海及び大西洋での訓練、護衛任務の後、ラ・バレットは1942年12月16日にニューヨークを出港、パナマ運河及び太平洋での任務に向かう。 ガダルカナル島沖での第18任務部隊の護衛に従事していた1943年1月29日にレンネル島沖海戦に参加しラバレットは最初の交戦状態に入るラバレットは敵機3機を撃墜した翌1月30日従順要関視カゴを護衛中に再び攻撃を受けるラバレットは一式陸上攻撃機6機を撃墜したが 敵機の魚雷を受け損傷、22名が死亡した。応急修理のためエスピリトサント等の監督区まで牽引され、その後、メアアイランド海軍交渉に向かい4月1日に到着した。修理完了後ラバレットは8月6日に、真珠湾に向けて出港した。1945年2月14日に、再び嫌いによって損傷する。ラバレットは8月7日に、 カリフォルニア州サンディエゴに向けて出港し、1946年4月16日に退役予備役艦隊入りした。同地で1969年まで保管された後、1974年にペルーへ予備部品として売却された。ラバレットは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。